こんにちは。今日もインスタライブを始めます。今日は、ストーリーで紹介してたんですけど、トーンのコスメたちが、スタッフの子が今研修に来てまして、で、トーンのコスメたちが届いたので早速紹介したいと思います。そう、じゃーん、すごい可愛い色ばっかりで、あ、この2つはもともと持ってるやつ、このアイライナーももともと持ってるやつなんですけど、こんな感じです。なんか全部ね試してみたんですけど、すごい可愛くて、で、ただ全色使うことは一つの顔で難しいので、今日はこの黄緑を使います。これとね、これとまたね、次回以降でこういうのとか、これもすごい可愛かった。結構濃いめなんですけど、こうあんまりなかなかない色かなって。これもアラフォーでもカラーマスカラ大丈夫か心配ですって言ってるんですけど、全然大丈夫だと思います。このね、トーンのこのグリーンのやつはそんなに強くなくて、私の使ってる、あ、ピンクとか結構今まで使ってきたやつの中でピンクとかは強いけど、でも他の青とかだったら全然大丈夫ですね。でも色可愛いですよね。あとね、これも可愛いんですよ。子供に朝ごはんあげながら見てますっていう方いるんですけど、すごい、そんなことできます？私ハクにご飯あげながら他のことはできないから、すごい。今日まず日焼け止めだけ塗っちゃったんですけど、どれぐらいつけてますかっていう風なお問い合わせが来まして、大体ね、私ね、そんなにつけないんですよ。こんな感じで、これぐらいで、モイスティーヌの日焼け止めですね、をまず顔全体に塗ります。まあ、おでこは前髪があるからあんまり塗ってないです。ここの方の高いとことかをしっかり塗って、二度付けとかしてもいいかもしれないですね。で、前言ってたナチュラグラッセのこのファンデーションをムーのホワイトのカラーチューナーと合わせていきます。これを、待って、そう、1対1ぐらいで混ぜてもいいかもしれない。1対1、あ、でもね、ちょっとこっちが少なめかな、こっちちょっと少なめぐらいでもいいかも。塗るとき押さえて塗ります。そうなんです。基本的にね、こすらない。そう、ナチュラグラスでニキビで、まあ人によってね、ニキビできたりできなかったりするもの、合う合わないは本当に人によるから、使ってみて合わなかったらやめた方がいいと思います。じゃないとね、無理して使わない方がいいと思うので、私はそう、肌に合わないと思ったらもう怖いからやめちゃいます。で、あ、英語のレッスンですよね。わかる。そう、なんかね、忙しくてちょっと行けてなくて。そう、でも今考えてるのはレッスンっていうか、ビデオを作ろうかなと思って、その先生と一緒に、なんか日本人が間違いやすい発音の仕方とか、そうをやったレッスンのビデオを先に作ろうかなと思ってます。でもちょっとね、順番にいきますね。いっぱいやりたいことがありすぎて今追いついてない体がって感じです。で、ナーズのブロープロパーフェクター、これ何番だろうな、コモミディアムブラウンウォームですね、いつも使ってるやつをまず描いていきます。先生、日本語はね喋れないんです。先生、日本語喋れるんですかって来たんです。でも先生はスパニッシュ、フレンチ、イタリアちょっと英語を喋れます。そう。だから
うちのハクがこうナニーさんがスパニッシュ喋るので日本語とスパニッシュが今半々ぐらいで出てくるんですけど、でも私たち喋るときはいつも日本語なんですけど、そうナニーさんというときはスパニッシュが出てくるんですが、そのナニーさんと話してる会話とかもその先生がこう聞いて笑ってました。そう待って、アイさんのようなウブウブした感じにするにはどうしたらいいですか。ウブウブってなんだろう、なんだろう、ウブウブって初めて聞いた。あ、眉がなさすぎて悩みますね。眉ないとねちょっと大変だけど、まあでもナチュラルに描くにはこういうね細いのでまず描いたりしていくといいと思います。でね、次これボビーブラウン、このねアディクションのね眉描きがすごい好きで、そうこれでいつもちょっと今日は薄い方でいこうかな。でパウダーで、でここは縦に、濃いかな眉毛、大丈夫かな。で描きます。そう眉毛こんな感じです。眉毛って感じになりますよね。でじゃあ早速トーンのこの黄緑を使っていこうかな。あの前にねフェイスカラーちょっと使っていこうかな。これそうフェイスカラー03番です。これすごい楽しみにしてて、これなんかどうかな、まあベースにも使ってもいいけどハイライターとして使っても可愛いのかなって。パウダーしないのになぜかけるのですか眉毛。パウダー、これパウダーかな。あんまり あれかな、顔全体のお粉ってことは私そんなにベタベタさせてないんですよね。だからかけます。気になる人はパウダーした方がいいと思うけど、これすごい透明感出るんです。ほらほら、ちょっとだけ紫っぽくなるのが、こことかもね入れても可愛いかも。ここなんかねこう横向いた時とかの光の当たり方が綺麗になる。うん。で、じゃーん、早速の、あ、待って、これを先にしようかな。ごめん、アイラインを先に引きます。そう、ちょっとピンクに光るんです、これ。これかわいいですね。なんか割とナチュラルだし。で MIMC のボルドーをちょっとアイラインで、まあボルドーじゃなくても茶色とかでもいいんですけど、ちょっと今日はポイントで引きます。薄めのアイシャドウってやっぱぼやけた感じになっちゃうから、もうポイントだけでアイラインを、私は全部じゃなくてここと目尻で、あんまり今日はみ出さないように色がくるので、でこっち側も、こっち側もなんかボルドーって言ってもそこまで赤みがある感じじゃないんですよね。これだから結構茶色っぽく、色味的には茶色としても使える感じだから、なんか内側に描くぐらいな感じで、紫が一番透明感出ると思います。なぜなら日本人の肌って黄色いから、まあ、黄色い人が多い、白い、もともと白い人は白でもいいと思うんですけど、黄色を消すのって紫なんですよね。だから紫が透明感出ます。でペンシルアイライナーがポキポキ折れてうまく描けません。ペンシル、どれだろう、 MIMC かな、強いとかめちゃくちゃ押し方強いかもしれないですね。で、
じゃあつけていきます。なんかね、乗せる感じでつけちゃっていいかもって思ったんで、さっきつけてみて、でちょっと押さえるっていうか、なんて言うんだろう、ポン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 って、そう、伸ばすと結構ほんのりなんです。そう、さっきコスメの収納どうしてますかって来たんですけど、もうめっちゃ今片付けたくて、あのメイクボックスに入れてます。キャリーケースみたいなやつに入れてます。こんな感じです。そうで、その上からそうトップスの色合わせてきました。これパウダーを今日ね、あのスタッフの子、今日今来てるね、あのプリュー東京のスタッフの子にこの腕もらったんです。かわいいやつ。これね、名前がねバシュカってフランスの筆だったんですけどね、かわいい色。あのね、これ、あ、待って、そう、これです。このブランドでした。そうです。で、黄緑色こんな感じつけて、ちょっとこっちつけさせてもらいますね。目尻中心に伸ばします。筆使うの難しい人は指でもいいですよ。でもこれ筆の方がもしかしていいかもしれない。で、結構ね、しっかりめにつけちゃっていいかも。あるかな、こんな感じです。ちょっと目の下にもつけようかな。ボルドーのアイライナーか、何色のシャドウが他に、あ、な、ボルドーだから赤み系とかいいかな。赤み系のオレンジ系とかかわいいかも。こんな感じです。黄緑ね、かわいい。この色結構しっかりつけてもかわいいんじゃないかと思うんですよね。色味を出す感じで、なんか割と伸ばそうと思えばすっごい伸びるから、なんか伸ばさない方が可愛い気がする。これは乗せるって感じでつけて、あ、でこの白もこのまぶたのこの辺とかにも使える。先に乗せればよかったですね。先に乗せればよかった。そう、こことかにも使えるかも。アイホールにまず塗ってから、そう、可愛いこの色で、その後に緑色をつけます。 The color ね、このカラーかわいい。で、緑色、ちょっと待って、実は初めてつけます。今さっき全部試してみようと思ったけど、まつげだけはつけなくて、なんかさっきもアメリカの友達に、なんかこれは日本でしか買えないんだよねっていうなんか DM が来て、そうなんだよねって話をして、こっちでも売ってもらいたいねって言ってますので、もし当の方が見てたらぜひ売ってほしい。で、下まつげもつけようかな。下まつげもつけます。私ね、緑は似合わなかったんです、あのアイシャドウでも。緑じゃなくて黄緑だったらいけるかもっていう気持ちです。二重幅って一重の場合、どういうことだろうな。二重幅って一重の場合どの場合ですか。アイシャドウつける範囲かな。ちょっと
詳しく教えてください、さっきので。こちらこれをつけます、セルボークですのチーク、トーンの緑のマスカラ買いました。黄緑系のアイシャドウ持ってないのですが、他には何色が合いますか。アイシャドウね、そうですね、でもなんか緑が映える方がいいから、どうなんだろうな、何色があるんだろう他に。でもね、こうなっちゃうとちょっと違う気がするけど、でも濃いからどうかな、何色だろう。でもやっぱブルーっぽい方がいいのかな、シャドウね。なんかグレーとかでも合いそうだし、ちょっとクールなメイクするんだったら。でつけて、ナチュラル系のブランドのマスカラって落ちてこないですか。どうだろう、落ちてきます。なんかマスカラもね、バッチバチにしたりすることがあんまりないから気にしたことはないんですけど、うん、どうかな。で、はい、これです、リップ。いつもね、グロスってそんな塗らないんですけど、あー、アイシャドウの時二重幅のせると聞くので、その一重の人はどこの範囲に塗ったらいいかってことですよね。色にもよるんですけど、その例えばピンクとかだったらあんまりアイホール全体塗らない方がいいけど、まあ、黄緑系だったらこう上に上げて、この辺りとか、このなんだろう、こっちにはあんまりのせすぎない、この目尻とかに多くのせると、うん、可愛いかなって思います。で、これはね、ペタルエッセンスグロス07番です。これね、一色で結構ね可愛いんですよ、なんかチョコみたいな、バレンタインだしチョコレートみたいな感じで、こんな感じです。ちょっと大人っぽくなるから可愛いかなって思って、いろいろ何が合うんだろうと思って試してみてたけど、ピンクでもないし、今日はねこのチョコっぽい色にしました。で、このね、これ結構好きなんです、グロスのね、少しなんだこれ、ゴールドが入ってるやつをちょっとだけこことここにのせます。このね、カラーってね可愛いですよね、色がね。そんな感じでした。はい、メイクは以上になります。アイさんみたいなヘアカラーにしたいんです。オーダーはどのようにしたら伝わるのでしょうか。私もね、こっちのカラー剤使ってるから、こう日本で頼むときにどういう風にしたらいいかっていうのは、もうなんか見せた方がいいですよね。ベースの状態もあるし、例えばアッシュベージュとか言ってもすっごいいろんなアッシュベージュがあるし、これも多分アッシュベージュみたいな入るだろうし、私はねグリーン系なんですよ。そうの、これセミ、なんだかね、カラー剤じゃなくて上から入れるタイプのやつだったな、なんだっけな、ちょっと忘れちゃった。そう、でも日本に売ってるブランドではなかったです。はい、だからこんな感じですって見せた方がいいかも、こういう色ですよって。そう、この前旦那さんに染めてもらいました。美容師なんですよ、一応っていうか、そう、すごいいい美、こっちでずっとやってたんですけど、はい、ちょっと一番最初の方に戻ろうかな。でも結構答えていったかなと思うので、あ、ネイルね、これシャネルのこの前ね、のぞちゃんといる時に一緒に買ったんです。超可愛い色だった、これも。何番これ、566番です。ウォッシュドデニム言えない、ウォッシュドデニムです。そうで、花にはファンデを塗らないですか。あ、塗りますよ。さっき塗ってなかったかな。そう、塗りました。あー、前髪パッツン初チャレンジの方もいます。嬉しい。ブブブっていうのがウケる。眉がほん、あ、さっき答えましたね。はい、 IGTV にも残します。あ、前髪切りました。すごいよく気づきましたね、自分でパツパツ切りました。はい、
嬉しい。のぞみちゃんとのインスタライブがお二人ともすごく可愛かったです。のぞちゃんね、本当に白がもう懐きすぎちゃって、もうね、次の日もずっとにゃんちゃんにゃんちゃんって言ってました。アイさんに影響されてコスメキッチン通いまくってます。嬉しい。2歳の娘がアイさん見ながらメイクの仕草を真似してます。ね、うちの博もね、私がこうやってリップ塗ったりしてると、なんか博も博もって言ってこう取って塗ってるんですよ。なんか大丈夫かなって思いながら、将来どうなるのかなって思いながら博もやってる。女の子だと特にね、そういうのがねあるんでしょうね。一点物の超過はウェブで買えないですか？買えるようになりますよね。はい、買えるようになります。買えるようになりますので、ご心配なく。愛さんが憧れてる方はどなたかいらっしゃいますか？憧れてる人、憧れてる、でも業種は違うのかなって思うけど、昔のセリーヌでデザイナーのフィービーファイローさんはすっごい好きです。なんか未だにあのウェブとか漁って、あ、この服可愛かったなみたいな感じでそう見ちゃってます。オールドセリーヌって検索、フォローしてます。私アイラインの芯がやや太めの円柱、特にセルボクが引きにくいです。描き方のポイントはありますか？私ね、あんま太いの使ってなくて、セルボークのも持ってないんですよね。だからどうなんだろうって思うけど、だからもう描いた後に綿棒で余分なとこ取っちゃうとか、太くて描きにくかったらかな。アイさんヘアメイク大好きです。嬉しいです。アイさん普段お仕事の何をされてるんですか？美容師さんですか？一応ね、こっちでも美容師してます。美容師と、あとプルイの仕事もしてます。プルイの、を削ったりとか、デザインはデザイナーがやってるんですけど、一緒に削ったりとか、そう、こういうの可愛いよねって言ったり、そうしてますね。あとは何だろう、ヘアメイクもしてます。はい。黒を使ってないのにアイメイクが濃くなってしまいます。全部に引きすぎかな。アイラインとかどうだろう。紫ですね。私の肌黄色っぽいので紫購入して、これすごい良かった。奥二重のカラーアイシャドウね、そうカラーアイシャドウ、でも本当色は選ぶと思うので、やっぱピンクっぽい色とかはもうでもね、基本的にやっぱり全部に、あの二重でも一重でも奥二重でも全部に塗ることはあんまりないかな。あの、なんだろう、端っこの方とかの方が可愛いかなって思います。お仕事行ってきますっていう方もいますね。吹き出物やシミはあんまり隠さない方がいいですか？隠そうと、そうですよね、厚塗りになっちゃうんですよね。でもすごい気になるものは隠した方がいいけど、例えばこの前も言ったんですけど、私のこれとかこれとかは隠してないです。私も厚塗りになるのが嫌で。そう、お洋服ね、ちょっと後から見せますね。サンローランの緑のマスカラとの色の違いね、サンローランの方が鮮やかなのかな。サンローランも持ってるけど、なんかちょっと深緑っぽいトーンの方が、緑のせいみたい大丈夫ですかそれ、緑のせい。マスカラが時間経つとともに落ちてきます。対策とかありますか？マスカラによりますよ。だから落ちないマスカラも全然あるし、いつも紹介してたあのメイベリンのとかも落ちにくい。でもこれもね、落ちないと思う。落ちにくそうな感じ。グロスの色かわいいですよ。40代でも OK なカラーメイクってありますか？何でも大丈夫だと思う。あの年齢とか気にしない方がいいと思います。私も今35なんですけど、
そう、全然気にしない、35歳ですね、了承くださいってやった。はい、ファミのマスクの使用感最高です。なんかゼラチンみたいな感じでピトッて貼り付くんですよね。で、そう、時間のない時とか、例えばこの前まで砂漠に行ってたりとかすると、もうドライすぎてもう笑うとここにわっとシワができたりするのが、やっぱやると違いますよね。はい、もうアマゾンで買ったっていう人がいますね。アメリカ花粉症ないですね。ないです。来週で初めて、あ、半袖だと寒いんです。来週初めて LA に、っていうかめっちゃ寒い今、信じられない感じ、なんか初めて体験する寒さって感じだけど、わかんない、来週になったら暖かい、いきなり暖かくなったりもするから、両方持ってきておいた方がいいかも。寒くない格好と、でも私あのヒートテックとか着てますよ、 LA なのに。そう、昨日のハクの動画すごかったですよ。すごか、え、あれかな、あれ、あのキックボードね、めっちゃ好きなんですよ。もうどこ行くにもあれと共に動いてます。今日のカラーの チークね、はい、05番です。セルボーク05です。海外に行くと決めたきっかけは何ですか？海外旅行に行ってみて、どうしてもここに住みたいと思って諦めきれなくなって一回日本に帰ったんですけど、忘れられなくて、荷物めまとめて出てきました。新婚旅行がこれからなんですが、愛さんを知ってから LA に行きたい。 LA めっちゃ楽しいと思う。ごめんなさいね、あれ作ってるんですけどね、そこまでまだちょっと回ってなくて、あのツアーのやつ、ツアーっていうかここに行ったら間違いないですよってやつ、はい、頑張ります。作って、あの産むまでにね、産む前のトゥードゥーリスト、それですね、英語とそれ、あの旅行のやつやりたいと思ってる。愛さん、ツアレの時好んで食べたものってありますか？マジで何も食べれなかったけど、パン食べてましたね。もうなんか食パンみたいなやつ、あんまり味とかついてないただの食パンみたいなやつ食べてた。そう、じゃあちょっと申し訳ないですが、先に進ませていただきます。ね、もうちょっとで、あのたくさん、そう、たくさん、あの質問いただいているんですけど、先にちょっと紹介したいものだけ先に紹介しちゃいますね。で、実は私今つけてるんですけど、このスネークチョーカーたち、一点物がすごい少なくなってるらしくて、今つけてるこれがルチル。結構この小ぶりのものをダブルでつけたりもしてます。私はルチルと、これはパールの S です。これは店舗に在庫があるようです。で、これウェーブチョーカーですね。そう、このね、ちっちゃい系をなんかちょろちょろつけるのも結構好きで、いっぱいつけてるんですけど、これと大きいパールもあるみたいです、今店頭に。で、プラス新発売になります。こちらちょっと紹介させていただこうかなと。まずこの前のあちらのアリゾナのトゥサンで買ってきた石を、これです。オーストラリアンオパールっていうんです。全部見せるとわかんないかな。これね、本当にね、可愛いんですよ。光の当たり具合で白に見えたり紫に見えたりするんです。これとか、これがね、もうあのね、もしかしたらです、もしかしたら広島のポップアップに間に合うかもっていう感じです。ちょっとね、まだあれだけど、わかんないけど、わかるかな。なんかこの光、なんか私、どうだろう、見えるかな。そう、紫に見えたり黄色に見えたり白に見えたりオレンジに見えたりっていう不思議な石で、なんかね、クラックしたようなこう中に亀裂みたいなのも入ってて、またそれも可愛くて、あ、これはね、ここははっきり見えますね、白と黄色に見える。そう、でも角度によってはちょっと紫に見えます。
この子たちが、あ、これはちょっと紫に見えるかも。オーストラリア、あ、そう、こんな感じ。オーストラリアンオパールっていう石です。これが新発売になります。アリゾナからやってきました、こちら。はい。なので、これがね、値段がもう決まってて、でもまだ店頭にはないですよ。店頭には問い合わせないようにお願いします。まあ、広島のポップアップに間に合えばいいなっていう感じなので、まあ詳細などはこちらから発信言っていくので、それをそちらをご覧いただければと思います。で、これがね、今お見せしたのが L サイズなんです。 L サイズは39,000円ですね。で、ちっちゃい石の方があって、そっちが S サイズで、それが38,000円になります。なので、そう、ちっちゃいサイズはちょっと今手元になかったんですけど、あとね、もう一個、もう、あ、絡まっちゃった。少々お待ちくださいねごめんなさい絡まっちゃった。そうですね、はい、このこれもアリゾナからやってきたんですが、これはいろんな、この色以外にもたくさん色があるんです。そうなんですが、このね、カラーのジェムのものもあります。この真ん中の黄色とかもプチってしてて、重ね付けにちっちゃいのいっぱいつけても可愛いですよね。シャラシャラつけても可愛いかなって思ってます。そう、これもおすすめです。こちらはね、31,000円になります。これもポップアップに間に合ったらいいなっていう感じなので、まだ詳細は後ほど、古い東京のインスタとかで見ていただいた方が一番情報は早いと思うので、古い東京のインスタをフォローお願いします。はい。で、あと今ね、ルームセンスがこちらです。これね、なんか私実は今初めて匂いを、初めてというか、その東京から今スタッフの子が研修に来てるので、それで初めて手に取って嗅いでみてるんですけど、もうずっとここにいたくなっちゃう感じ。そう、なんかネイルオイルとはまたちょっと違うんですけど、でも結構近い匂い、すっごいいい匂いです。で、結構そのスタッフの子が言うには、お店にも置いてるけど、すごい回るのも早いって、回るっていうか、なんだ、香りもちゃんと広がるから。で、このリングもね、オリジナルで作ってるんです。このリングがついてきます。これもデザイナーがデザインして作ってます。こちらがね、9,500円になります。で、あとね、これが一緒に、これの中についてくるんです。これがね、可愛くて、またこんな感じにクラフトな感じで可愛いですよね。これもね、 LA で、ね、ぬいこさんがちゃんとフレにはいて、で縫ってもらってます。そう、レザーの紐もついてて可愛いので、今ね、店舗にあると思います。なんかプレゼントとかにもおすすめです。バレンタインとか、あれ終わったか、今日、明日、こっちが明日か、よかったよかった。今バレンタインですね。そうで、私がつけてるものもちょっと紹介します。さっき紹介したこれとか、パールとかルチルとかもおすすめだし、あとこれはね、リーニュのイヤカフです。ゴールド、今日ゴールドとシルバーと両方混ぜて つけてみてます。で、スピアフロート引っ掛けた形、これはね、最近よく使ってる。あとメメントとリーニュなんですけど、これね、在庫がすごい少ないみたいです、東京で。で、サイズが欠けてるのもあるみたいなので、もしお求めの場合は早い方がいいかもっていう感じです。これ結構最近の、いつもつけてるやつ。あとこれピール WO って言って、ジェムが入ってる、オパールが入ってるやつ、これ最近よく小指につけてるんですけど、ね、太
太いリングを小指につけるのが可愛いかなと思って、これもおすすめです。これも一点物で東京にあるみたいなので、はい。でこれね、親指につけてるレインリングも可愛いですね。そんな感じです。でなんかね、ヘアを最近やってなかったので、ちょっと軽くね、ポイントでつけれるものを、あ、これ可愛いなと思ったからちょっとだけ紹介します。時間大丈夫かな。この内側の髪の毛だけ取りまして、ここだけ結びまして、でここをくるりんぱしまして、でちょっと引っ張ります。こんな感じで引っ張ります。でそうするとここにこういうのができまして、でこれ知ってますか、シャッタードヘアピアスっていうんですけど、もうほんとその名の通りヘアピアスなんです。引っ掛ける感じで、ここのちっちゃいゴムのところに引っ掛けます。そうするとピアスみたいな感じでちょっとアクセントになります。何が浮いてんだろうみたいな感じになるから、おすすめヘアピアス。これはね、もうどうしてもこういうなんかポイントでここにこうつけたりとかするのが欲しくて、そう作りました。こんな感じです。結構チラッと見えて可愛いんです。ポイントはね、あの外側にしても可愛いけど内側にするのがポイントですね。私の中で好きです、結構。であれしようかな、全身映る、映るなんかな、映ります、腹がお腹がすごい出てきちゃって、これはね、でもね、上下ともにまたあのよっちゃんに作ってもらったものなんです。ね、セットアップみたいになってて、これがパンツ、これがちょっと長めのなんかトップス、長袖です。でちょっとだけ首が上がる感じになってて、このフード付きのこれはヴィンテージです。ヴィンテージの羽織、これだけだと今日は寒いから上に着てるんですけど、こんな感じです。ただもうお腹が大きくてパンパンな感じですね、今。どうしましょうって感じです。これ以上大きくなってきたら動くのが大変になって、吐くを抱っこできないんじゃないかって思ってます。はい。で、あとそしたら、あと質問に答えて終わりにしたいと思います。はい、セットアップかわいいですよね。これかわいいんですよ、すごい。また欲しい。セットアップかわいいですよね。なんかね、ちょっとあのね、実はあの旦那さんもそのヨシさんにずっと作ってもらってるんです。ほとんどあの今着てる服は全部作ってもらってて、それがねこんな感じです。こんな感じのこう少し長めの丈にパンツで同じ色でセットアップで、で最初このと、あ、この下と上を別にこう長めに、上の方が長めに作ってたんですけど、これ切ってあれと同じような感じにしたら可愛いんじゃないかなと思って、で切ってもらったんですけど、それがねすごい、なんかやっぱ妊婦でもそんなにこう、あとね、妊婦なんだけどゴムが全然きつくないように作ってもらってるからすごいいいのと、あと今ちょっとこれまだ今日の気候だと寒いから上に羽織ってるんですけど、そのままできるともうちょっとクールな感じになる。うん、すごい好きなんですこれね。これも作ります、作る。もし作るんだったら、またどれぐらい欲しいかっていうのを聞いてやりたいなと思ってるんですけど、
あとはね生地があればっていう感じですね。そう、あとそう洋服ももうちょっとかな、もうちょっとで今あの縫い子さんが必死に縫ってくれてるので、それができ次第 S サイズもすごい、あの S サイズ、私は S サイズはちっちゃすぎたんですけど、その S サイズを作ってもらって、でスタッフの子に来てもらったらすごい可愛かったから、S と M と3号で作ってますね。はい。ちょっと待って、戻っていきます。どこまで行ったっけな。そう。クレンジング側使ってますか？使ってます。モイスティーヌ使ってます。ナチュラル前、50歳でも大丈夫ですよ全然。だからあとはやっぱね、何よりもメイクをする時ってやっぱこうベースが整ってないと何も乗らなかったりとかするから、私はいつもやっぱ乾燥したりするとメイクはしたくなくなっちゃうんですよね。のなんかうまくいかないっていうか、ちゃんとできないから、だからあのインスタライブをするようになってすごい良かったのはちゃんとケアするようになったことそうだから本当にケアは必要です。ちゃんと保湿する、はい。マスカラ対策ありがとうございました。ありがとうございます。白のアイラインを使った目、はい、白ね今度ね、あでも上の目尻か3分の1程度しか思いつかない。白のアイラインを使ったメイクなんですけど、でもなんかそれはどういう風にしたいかによるかも。なんか例えばすごいモードにした方はこの辺にガッて入れても可愛かったりもするし、でも今度やりますね。アメリカでおすすめのヘアワックスありますか？ありますけど今手元にないな。基本的にいつもアメリカのやつ使ってたんですけど、そうでもそう今使ってるのはもういいですね。はい、キックボード可愛かった、嬉しい嬉しいというか私が履くが嬉しいと思います。イエローのリップペンシルのチュートリアル、はい、リップペンシルね一瞬今日使おうかなと思ったんですけどちょっと違ったからやめました。モイスティーヌの日焼け止めだと赤みが目立つ、あだけだと赤みが目立つ、だからね、赤みが目立つ場合は赤みを消すコントロールカラーとかを私も今日混ぜてるの、あこれは白なんですけど、そうグリーンとかもあるし一緒に混ぜて使うといいかも。淡水オパールがついたネックレスはオンラインで販売します。まだしてないんですけど、あと一点物もする予定ですので、それもプルイ東京のインスタを随時チェックしていただければと思います。ハクの声可愛くて、ハクね声超褒められるんですよ、ね、声だけは褒められるんですよヘアセットでオイル使ってますが巻いてるとすぐ取れちゃいます。こちらあとね髪質にもよるからもうきっちり巻くしかないかも。きっちり巻いてちょっと時間経って緩くなってちょうどいいっていうぐらい本当に落ちる人って落ちるんですよね。あとはもうなんだろう、ある程度こうガチガチに固まらない、あれ私はね使ってたの、なん日本で使ってたのがあったんですけどスプレーを使うとか、あとは濡れたまんま、もちろん濡れたまんまとか先にオイルをいっぱいつけすぎちゃうとかだと形がつきにくくなることがあるので、ちゃんときれいに乾かした前日に乾かした状態でその次の日の朝巻くとか、それぐらいちゃんと乾いてないと落ちやすいです。 LA に住んでよかったこと教えてください。 LA に住んでよかったこといっぱいありすぎてどうしようかな。まずでも英語の勉強は本当に簡単にできるようになったことと、あとはまあ気候も今日はねあんまり良くないんですけど気候もいいし人もいいし、なんかこうあんまり人の目を気にしなくなりましたね。結構やっぱまあそこまで気にするタイプでもなかったんですけど、でもやっぱりこうみんなのハッピーオーラを受け取って、そうなんか明るくなった気がします。ヘルエイタライさんいたらぜひぜひ来てください。ここの、あのプルイオフィスに妊活されてましたか？妊活どうなんだろうな、妊活って
まあでも2人目欲しいなって思ってましたね。でもハクが1歳過ぎて、1歳半過ぎてからかな、それまではやっぱりちょっと大変っていうかあんまり考えてなかったけど、そう1歳半過ぎて2歳近くになって、あでもまあもう一人は最低欲しいなって思ってました。トーンの黄色のアイシャドウにはアイラインは何色が合いますか？黒だったり、茶色だったりグレー系でも合うと思います。英語話せるようになりたいです。まずは単語力ですか？でもね、その先生曰く全部なんですよね。だから例えばすごく綺麗に文法で喋れたとしても発音が悪かったら聞き取ってもらえなかったりするし、すごいなんだろう、綺麗に発音ができても、全然間違ってたらなんかリスペクトされないしって言ってましたね。だからまあ全てだと思う、全てのレベルを一緒に上げていくのがいいのかなと思います。な、人によって言うこと違うと思うけど、私はその先生のところに行って、なんか前教えてもらったのは、とりあえずこう喋って何でもいいから喋れみたいな感じの人もいたけど、でもやっぱちゃんと発音とかもねやっていく言った方がその言葉をなんかリスペクトしてる感じになるかなって思います。うん、はい。あ、いつから変えますか？それは随時報告していきます。かわいいですよね、石ね。オパール誕生石とかすごい羨ましい。オパールばっかりですよ。今回買ってきたオーストラリアンオパールもそうだし、もう一個メキシカンファイヤーオパールっていうすっごいかわいいのがあるんですけど、それもオパールだし、オパールが誕生石いいですね。はい。北海道にもポップアップ来てほしいです。北海道いいかもしれないですよね。え、ご飯も美味しいし、名古屋いつだろう、名古屋の日にち知りたいです。ちょっと私でも詳しくないから、プリー東京のインスタご覧いただければと思います。はい、時間とかそういう細かいところは全部ね、そちらでチェックしていただいた方がいいと思います。店頭にも並びます。さっきのスネークチョーカーですよね。並びます。翡翠色のジェムはありますか？翡翠色って何色？緑？これかな？これ翡翠色って言います？違ったらごめんなさい。でも緑っぽいのはこんな感じです。チョーカーは長さ一緒ですか？一緒です。あ、長めのも作ってもらえたら嬉しいっていう方もいますね。はい、長めのスネークチョーカーちょっと相談しますね。アイさんの右につけてシルバーのピアス欲しいです。あ、誰にでも合うサイズってすごい難しいんですよね。これね、人によって全然違うから、だからね、誰にでも合うサイズは作れないかな、申し訳ないです。うん、ね、イヤリングもね考えてます。なんだ、ピアスじゃなくてイヤリングも考えてます。シルバーのワックスはどのようにお手入れされてますか？もうここ磨くものとかもいっぱいあるので常に自分でクリーニングしてますね、シルバーは。はい、そんな感じですかね。セットアップね、セットアップ購入またしたい人やります。でもまた違う素材になると思うんですよね、これ多分。あれがない、在庫のあとファブリックがそんなに大量にないから、違う素材だったらセットアップで作れるかもしれないです。はい、日本のお洋服ブランドで好きなところありますか？あります、結構あります。タンとかも好きだし、フミカ内田とかも好き。うん、
なんかパッと思いつかないけど結構好きなのありますよ。最近はね全部作ってもらっちゃってるけど、日本に行ったら買い物をしたいっていつも思ってます。 LA の病院で出産どんな風か知りたいです。中継します？出産シーン一応ね、あの前回のビデオに残ってて、もう別にそんな壮絶ではないんですけど感動しますよね、後から見るとね。その時は必死すぎて 何が起こってるか分かんなかったけど、でもやっぱり日本の方がちゃんとこうケアはすごいかもしれない。なんかアメリカってこうもうなんだろう、そのあなた次第よみたいなところがあって、こう例えば決まりがないからどうしたいって聞かれて、でもどうすればいいか分かんないんだけど、あのもう自分で全部決めるしかないし、いろんな方法があるし、そうね、大変でしたね最初ね。あとなんかそういうこう何、助産師さんとかも日本だとおっぱいマッサージとかしてくれるって聞いたんですけど、なんかアメリカもそういう人来るからって言われて来てもらったけど、やっぱそういうなんか出るようなケアとかは全然してくれたりはしないので、私は日本人の人にその病院退院してから1ヶ月後ぐらいに出会って、もう乳腺炎とかで大変だったから来てもらいました。そうだからもうなんか自分でいろいろ調べてもうやるしかないって感じですね。でもまあ無痛だったのは、私はそれじゃなかったら産めてなかったですよね。すごい大変だったと思う。もう陣痛始まってもう1時間後にはもう挙手して、もう打ってくれ打ってくれって何回も頼んで、子宮口が開いてないから無理だって言われても、もう何時間かかってもいいから陣痛に耐えるのが無理だったんですよね。だからね、すごいと思いますよ、ナチュラルバースのでやってる人たち、産んでる人たちがほとんどだと思うんですけど、本当にすごいと思う。予定日はね5月28日です。はい、あ、LA に住んでる方がいて、普段どこでお洋服買ってますか？普段ね、エコパークとか、あとシルバーレイクとかダウンタウンも行くし、うん、こっちのなんか海沿いの方でもあったりするし、何個かあります。あ、作ってくださいっていう人が、ピンクのワンピもね、どうしよう、じゃあどうしようかな、相談してみます、相談してみます。はい、同じ色のが欲しい、同じ色の無理かもしれないけど、はい。体重とか聞いてもいいですか？あ、でも今妊婦だからね、体重はね、体重今一番最初から4、あとそんな多分増えてないのかもしれない、今52とか3とかだったと思う、2キロかな、52キロでした。そう、ベビーちゃんの名前決めてません。ですね、超過、首がしっかりしている人だと何サイズがいいですか？まあキュッてやりたくなかったら M サイズがありますよ。島にいた三笘さんですか？そうです、私昔島にいました。ハックの名前ジブリからじゃないんです、じゃないんですけどね、そう言われます。でもあのハックも好きです。アイさんはどのようなビザでアメリカに行かれたんですか？最初はねグリーンカード、あ、じゃあ O ビザできました、すいません、 O ビザ、そう、O ビザってね、アーティストビザっていうのか、そうできました。嬉しい、アイさんのメイクライブ4歳の娘が超絶にハマって、親子で毎回楽しみにしています。嬉しい嬉しい嬉しい、4歳の子に嬉しい。あ、2人目が5月25が予定日っていう方がいますね、近いですね。はい、ではそんな感じかな、そんな感じかな。またね、土日にやろうかなって思ってます。ただ
どっちでやるかちょっとまた報告させていただきますので、あとお皿とかもねその都度報告していきたいんですけど、ちょっと今のところ今日は超過っていう感じだったのでまたご報告させていただきます。では今日もありがとうございました。また IGTV と YouTube に残したいと思いますのでよろしくお願いします。では